ねえ、ありがたいことに新しい衣装までご用意いただいて、チャイナ服とかさ、チャイナですかこれが。だからここまで行ってタンクトップの可能性もありますから。ウェディングドレス、どうすんの俺がウェディングドレスで出てきたの。 FF だったら何の役についてる。白魔導士ビビスキューとね。皆さんたくさんお待ちしていただいたと思うんですけど、いつぶりですか新衣装出るの。しばらくぶりじゃない？ねえ、ありがたいことに新しい衣装までご用意いただいて。1年？ 1 年は嘘でしょ。だって6個ぐらい溜まってたよ。そっか、お忍びぶりか。1年ぶりぐらいらしいんだ。タッン清掃かな。え、なんて言うんだろう、この服なんて言うんだろうなっていう感じではある。なんていう服になるんですよ、世の中のそのチャイナ服とかさ、チャイナ服とかさ、チャイナですかこれが。キーシー忍者とかいろいろあると思うんだけど、みんな早く見たいか。え、どういう衣装がいいの。じゃあ君たちは逆にどういう衣装だったら納得いくのよ。じゃあ聞くけど、タッン、だからここまで行ってタンクトップの可能性もありますから。だからここまで行ってタンクトップの可能性もありますから、タンクトップダーンの可能性ってあるわけだ。タンクトップ以外嫌じゃん。タンクトップがウェディングドレス急に。どうすんの俺がウェディングドレスで出てきたら。どうすんの俺がウェディングドレスで出てきたら。急にウェディングドレスはないんじゃないかな。うん、考えにくいんじゃないかな思いますけど。タッン FF だったら何の役職についてる。白魔導士。野球だったらどこも持ってる。ショート。タキシード。タキシードではない牧師でもない、ウェディングドレスでもない、男爵でもない、指揮者でもない、 FF にはいそう、貴族でもない、天使でもない、吸血鬼でもない。え、顔見られるの恥ずかしい。顔は見られるの恥ずかしいな。こっから先は本当許してください。今回の新衣装こちらになります。仕立てていただきました、ありがとうございます。まあ、天使って言われることが多いんで、まあ、天使の清掃というか、天使っぽい清掃というか、そういうニュアンスで仕立てていただきまして、すごい綺麗に。タッン。ドヤ顔しましょう。両目ウィンク、両目ウィンク何？ってこと？見下してほしい。無理だよ。人のこと見下したことないもん。むっちゃ言わないでよ。人のこと見下すなんてどうやってやればいいかわかんないよ、そんなこと言われたって。タッン、まあ、どう？感想は？感想聞かせてよ。みんなだけ気持ちよくなんないでよ。僕のことも気持ちよくして。感想。ずるいよ、みんなだけ写真撮って気持ちよくなってさ。最高？もういらない？新衣装。それぐらい最高？もう今後新衣装いらないぐらい最高？またね。ちょこちょこ出るんじゃないかなと思います。あ、5ある。あ、そうだ、今日含めて5着だ、多分。だからあと4着になったんだ、多分ね。とりあえず母上が依頼してもいい状況だったらもう絶対母上に頼みたいな。でも母上がお忙しかったり、まあ、その体調崩されてたりしたら他の方にお仕立て願うことはあるかもしれないけど、まあ、基本的に僕は母上にお願いしてるな。次、髪結びます。髪を結んで、ポイ。これちょっと、キュート行こう。キュートはね、最後は、ドン引きじゃない?ドン引きチャンネルじゃない?最後、ドン引きチャンネルじゃない?髪型変えてもう一回結んで、よし、
取れたな。満足満足。ねえ、ありがたいことに新しい衣装までご用意いただいて。チャイナ服とかさ。チャイナですかこれが。だからここまで行ってタンクトップの可能性もありますから。ウェディングドレス、どうすんの俺がウェディングドレスで出てきたら。 FF だったら何の役職についてる。白魔導士、吸血鬼でもない。